回プロジェクトの最終報告会という形になってしまいました。今日これから、まあ、世界中に行った皆さんたちがどんな成果を得てきたのか、改めて皆さんとお話しできるのを楽しみにしています。あの16事業者の皆さんがこう一生懸命こうブラッシュアップされているのをすごくそばでずっと拝見させていただいてました。で本当にただ展示してきましたっていうことだけではなくて、その先にまでつなげて結果を出して帰ってこられてたので、本当に素晴らしいなと思って拝見してました。最終的なアクションをした後のこう皆さんの結果が本当に結果ではなくて、それこそモアザンこれから始まっていく非常に素晴らしいこう余韻を今日感じています。皆さんが力を尽くしているように、多様な文化のところで芽生えている地域のものとかっていうのをどこかで一体化していく、なんか次の時代に来てるのかなっていう感じをこの1年感じました。やっぱり今回揃ったプロダクトであったりサービスであったりっていうのを発見して、本当にかっこいいですよね。その得意分野を集合体としてこう場として設定して、その中でまた化学反応が起こるようなことっていうのは本当に大歓迎だなと思いまして、まあ僕らみたいなアドバイザーが関わってチームとしてコミュニケーションを取りながらなんか進めていくこと自体が、そもそもなんか今まで受けていたプロジェクトと全く違う形で、それがすごく新鮮に、あとはすごく有益だなと思えたのも事実です。今回皆さん一番最初からこの年度内に必ずその成果を出してくださいと言い続けて、でそれが正直想像以上という言い方をすると皆さんに本当に失礼かもしれないですが、想像以上の成果が出たんだと思ってます。まさにこのフロアっていうのは今地域×デザインの発信拠点になりつつあるんだなというふうに僕も考えております。素晴らしい、サポートの体制ができてるんだなっていうのは正直本当に羨ましいんですね。今日はですね、ここに巣立つね滑走路ができてますけれども、こっちの到着便のね通路もちゃんと作ってもらいたいなと思ったところで今日は本当にありがとうございました。